どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。さて、本日紹介する江戸は、消えた名前、生まれた氏名、よ。なんか先週も言ったような気がするが、名前と氏名って同じじゃね？現代ではね。現代においては、名前と氏名というのは同じ意味で使われるわ。でも江戸時代において、名前と氏名というのは、はっきりとした別物なの。ややこしいな。そう、じゃあなんで今、あなたがややこしいと思ったのか？その理由をできるだけわかりやすく紹介していくわ。今回の動画も前回の続きになるから、江戸時代の名前の常識を、もっと詳しく知りたいという方はそちらもよろしくね。では本日の参考文献。氏名の誕生。江戸時代の名前はなぜ消えたのか、から、張り切っていきましょう。はいはい。先週の動画では、たくさんの人の名前が出てきたでしょう？源兵衛さんに、伊八さん、あとは近藤勇とかもいたっけな。先週は絶対にややこしくなると思ったから、あえて触れなかったのだけれど、先週紹介したたくさんの名は、すべて名前になるわ。うん、当たり前じゃん。でも江戸時代には、その名前とは別に姓名というものがあるのよ。そこがややこしいぞ。名前と姓名は全くの別物。普通江戸時代の名前って聞いてイメージするのは、源兵衛さんだとか、伊八さんだとかでしょう？うん。その通りで、江戸の常識では、人の名といえば名前のことだったの。じゃあ姓名は？姓名は庶民においては、使う機会がまずないし、侍であったとしても下級武士ならほぼ使わない。大名や旗本という殿様身分であれば、必ず設定していたけれど、それでも儀式や式典の時に使うくらいで、正式な大名、旗本の系図集である、官製住宗所系譜にも姓名がわからず、何が知って載っている人も多いくらいよ。じゃあ何のために姓名なんてあるんだぞ。それが問題よね。そもそも姓名というのは、本姓プラス名乗りと呼ばれるもので構成されているわ。前回のコメントで多くいただいていた意味名というのは、この名乗りにあたるものなの。名乗りの呼び方には、意味名の他にも、実名、あとは単に名とも呼ばれているわ。でもただでさえややこしいから、今回は参考文献の通り、名乗りで統一して使わせてもらうわね。うんうん。できるだけシンプルにしてくれないと、私は眠っちゃうぞ。いやあんたはしっかり起きてなさい。じゃあわかりやすくよろしくな。まったく、あんたってやつは。じゃあまず、名乗りってどういう時に使うのかというと、これを見てちょうだい。これは？実際にいた大名、松平右近の証言という人が、堀山との神に宛てた手紙よ。注目してほしいのは、この手紙の最後の部分。草書すぎて読みにくいが、名前か？そうよ、ここに名前である、松平右近の証言と書かれているわ。そう言われてみると、それっぽい字だな。そんでさらにその左下。そこに小さく、竹近と書かれているのがわかるかしら？ああ、なんかあるな。この竹近というのが、松平右近の証言の名乗りにあたるわ。こういった書状などの正式な場面においてのみ、名乗りというのは使われたってことね。だから自己紹介の時なんかに、どうも竹近です。挨拶の時に、やあ竹近さん。こういった使われ方はありえない、それが名乗りだったってわけ。うむむむ。ちなみに前回の動画で、意味な、つまり名乗りを言うことは、失礼にあたる、ってコメントもいただいたんだけれど、本参考文献によると、名乗りで人を呼ぶのは、失礼という感覚すら持っておらず、名前と名乗りは完全に別物、使う場面が違うから使わないんだ、という感覚だったようね。ますますなんでそんなのが必要なのかわからんな。だから時代劇でも、この人のことを吉宗って誰も呼んだりしないわけ。吉宗も名乗りだってことか。てかこいつを出したかっただけだろ。いやあ、久々にご出演いただけて満足満足。こんなちょい役でよかったのか？でも面白いのは逆に、名乗りは制限もされてなかったということよ。どういうこと？例えば一般のお百姓さんである、源兵衛さんでも名乗りを決めることができたの。うん。源兵衛というのは名前でしょう？それとは別に、自由に名乗りを決めることができたってわけ。だからある日、突然源兵衛さんが、俺は古の陰陽師の血を引く高貴な血筋なんだ。なんて中二病に目覚めて、安倍の春秋って名乗ってもオッケーで、自由に使えたってわけ。でも当たり前だけど、人からお金を借りる時の証文なんかに、俺は安倍の春秋だ。
なんて使おうとすると。何ふざけてんだ。お前は源兵衛だろうが。ってブチギレられるけどね。ほんとなんて名乗りなんてあるんだろう。今を見る限り、姓名や名乗りというのは、人の名としては通用しないことがわかるでしょう。そりゃあ各々が勝手に決めれるんじゃあな。だからそんな名乗りなんて持っていても、いなくてもオッケー。姓名は人の名として通用せず、名前こそが人の名なんだ、というのが江戸の一般常識。でもこの常識とは真逆で、姓名こそが人の名であり、名前なんて人の名ではないんだ、という人たちがいたの。真逆だと、まさか？そう、それがお公家様たちよ。これまでの解説の限りでは、なんで名乗りなんて必要なの？って思う方が多いでしょうけれど、お公家様たちにとって、これには非常に大切な意味があったのね。それは？それが実名忌避と呼ばれる風習よ。あれ？でもさっきは？名乗りと名前は使う場面が違うんだ、というのは江戸の一般常識の話。名乗りを呼ぶのは失礼に当たるんだという実名忌避は、お公家様たちの常識よ。だからお公家様たちにとって名前というのは、名乗りを呼ばないようにするための、あくまでも副次的なもの。人の名は姓名や名乗りが主役であり、お公家様たちにとって、名前なんていうのは、あくまでもおまけ的な扱いだった。しかし、もともと古代日本において人の名は、お公家様常識の実名忌避の方がスタンダード。それが前回の動画で言ったように、戦国時代あたりで崩れてしまい、江戸では完全に名前こそが主役で、それこそが一般常識になっていたわ。だから朝廷、天皇こそが日本の中心だと考えるお公家様たちは、こう思ったことでしょう。名前なんて人の名ではないのだ。それが一般常識ではないというのならば、間違っているのは世間の方である。そしてその後明治維新が起こり、日本が天皇中心国家になっていったのは誰もが知るところでしょう。うわぁ。江戸幕府が倒れ、武士ではなく、天皇が力を持つ時代になっていくと、さっきの古き良き日本を夢見るお公家様たちはこう言ったわ。今までぐちゃぐちゃになっている人の名も、元の姓名中心に戻すべきだ。こうして公家が中心となり、姓名こそが人の名であるという昔の価値観に戻そうとするのよ。明治維新って、新しい時代になった、とかって言ってるのに、昔に戻すなんて変な話だな。でも世間では、完全に名前の方が主役になって安定しているのに、それをわざわざ姓名を主役に戻そうとするわけだから、その時に、ものすっごい混乱が起こったのね。旧武士は反対しなかったのか？乗り気ではなかったものの、一応、協力的ではあったみたい。でも侍たちにとって姓名を主に使うというのは、今までの常識にはなかったこと。一気に複雑になった名の制度で、姓名と名前が入り乱れて、これまたぐちゃぐちゃになっちゃうのよ。今の私たちが理解しにくいというのもここから来ているのか。姓名を主役に、というお公家様たちの理想と、今うまくいってるんだから名前のままでいいじゃん、という江戸の現実との調整の結果、明治政府の高官たちは、散々迷走した後に、重要な一つの結論にたどり着いたわ。ほほう、どうなったんだ？それは姓名と名前、二つもあるからややこしいんじゃないか。何言ってんだ政府高官。当たり前だろ。迷走した結果、たどり着いたのはごくごく当たり前の、二つもあるからややこしい、ということだった。そして姓名とも名前とも違う、今私たちが使っている、氏名が生まれたってわけ。姓名とも名前とも違う？というかその前に、明治政府内でどんなごたごたがあったんだ？ごめんなさい。そこは省略させてもらうわ。それというのも、説明するには非常にややこしく、普通にそれだけで動画一本分になるくらいの迷走っぷりだからよ。まあ一言で言うと。ああもう、めちゃくちゃだよ。って感じね。ちょっと気になるけどな。どうしても気になる方は参考文献で読んでみてちょうだいな。では話を戻して。姓名、名前と氏名の区別には、明確な線引きができるの。それは明治5年、5月なのか以前なのか、以後なのかということよ。何があったんだ？この日に明治政府は、従来、通称、名乗り、両用用いてきたり候ともから、自婚一なたる壁こと、という布告を出した。これの意味は、通称であれ、名乗りであれ、一人の持つ個人名は一つだけにし、姓名であれ、氏名であれ、おのおの好きな方を名とせよ。これで実質、
生命と名前が同じであるというお触れが、この明治5年に、初めて出されたのね。つまり例えば幕末の有名人、後藤象二郎と西郷隆盛。後藤象二郎は名前由来で、西郷隆盛は生命由来。本来ならば絶対に一緒にはならないはずの生命と名前が、明治5年5月7日以降は同じ、な、として表記されるようになったの。ここに、今までになかった、全く新しい氏名が誕生したってわけね。なんとなくはわかったが。ではまとめとして、もう一人有名人を例にとってみてみましょう。ああ、大隈重信さんね。早稲田大学を作った人だっけ。私たちは普通、大隈重信で覚えているでしょう。この人の江戸時代の名前は、大隈、弥太郎、菅原の、阿孫、重信なの。長いよ。このうち、大隈弥太郎が名前、菅原の阿孫重信が姓名になるわ。もう誰だかわかんねえな。この名のうち、明治5年5月7日以降、大隈さんは、名前と姓名の一部を受け継ぐ名である、大隈重信という氏名になったということね。まあともかく、明治5年の以前と以後で、名前の意味が違うってこったな。超ざっくりと言うとそういうことよ。では最後に、私たち平民の氏名がなんで変わったのかを紹介して終わるわね。ようやくか。平民である源兵衛さんは、普通姓名を持っていなかったわ。だって一生において、まず使う機会がないんだから。持っていてもいなくてもいいなら、使わない呼び名なんてややこしいだけだもんな。だから名前か姓名、どちらか一方を氏名としなさいと言われたとき、ほとんどの人が名前を選んだわけね。まあ当然だろうな。ここでちょっと前回でご質問いただいたことにお答えすると、例えば源兵衛さんという名前には、名字がないでしょう？それで私たち現代人からすると、江戸時代の平民は、名字も名乗れなかったのか。と思いがちなのだけれど、江戸の人たちは、名字が名乗れなくって悲しいだとか、名字が名乗れないと不便だなんて一切思ってなかったわ。そうなのか？というか実は名字自体は、平民の誰でもが持っていたの。江戸時代の庶民たちにとって、名字を名乗るということは、村での上下関係の区別に使われるものであり、絶対に名前に必要なものではなかった。だから名字対等などとあるように、名前を名乗ることができる、ということがステータスになり得たの。つまり庶民は名字を持っていたが、名乗りはしなかったということなのか。そうそう。でもそれまでの名字を名乗ることがステータスという風習を、政府は明治3年にいきなり破棄し、すべての民が名字を名乗れとの布告を出す。これは今までの秩序を破壊するものであり、全国で新政府に対する反対運動が起きるほどの反発を招くわ。むちゃくちゃするな。名字をすべての人に強制する。反発されてまでこれを強行したのには、当然理由があるの。ほほう。まあでも政府が作った教科書なんかには、お綺麗事で、大抵は市民平等でうんたらかんたらって書いてあるわね。じゃあ本当の理由は？当然、国民を管理するためで、特に兵隊が欲しかったからよ。うわ。実際政府は、明治6年に徴兵令を施行しているわ。でも徴兵令なんて出してもみんな嫌がるでしょう？当たり前だぞ。当時も徴兵令を逃れる人が続出。そこで政府はようやく、明治3年に、国民全員が名字を持てと言ったのに、みんな全然持っていないということに気がつくわけ。ひっどい政府だな。まさに欧米諸国に追いつけ追い越せで、全く足元が見えていないのね。この徴兵令逃れをなんとかせなあかんということで立ち上がったのが、山形有朋よ。多くの人も聞いたことある。ここは明治8年に政府が出した布告、その原文を載せましょう。平民名字差し許される候旨、明治3年9月布告候ところ、自婚必ず名字相となえ申すべし。もっとも祖先以来名字不分名の向きは、新たに名字を設け候用いたすべし。この旨布告候ごと。え？理由が全く書いてねえじゃねえか。今でいうマイナンバーみたいに、国民を識別するために名字が必要だったというわけ。国民を識別し、徴兵令から逃れられないようにする。これが今の私たちが名字を名乗っている、本当の理由よ。夢も希望もねえな。ここら辺りは、知れば知るほど明治政府が嫌いになるわね。はい。最後はちょっと嫌な感じになっちゃったけれど、これが私たちの名前の歴史なのね。姓名と名前がごちゃごちゃになった結果生まれたのが、今の私たちの名前ってわけなんだな。そうよ、だから江戸、
戦国時代においての人の名前には、特に注意が必要ってわけ。前回と今回の動画は、いつもよりもちょっとややこしかったと思うけれど、これであなたも江戸の名前博士よ。まあ本とかですら区別なく、一緒くたになってたりするもんな。では今回の動画はここまで。今回の動画が面白かったと思っていただけた方は、動画を作る励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくだぞ。ここ何回かはガチめの動画だったので、次回は軽く、江戸のエンタメなんかを紹介しようと思っていますのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さよならー。またなー。